皆さん、おはようございます。かけないです。今日もよろしくお願いします。今回は、モンスターハンターワールド、かけない修行記第4回目、ギャグラスと古代樹の森をお送りいたします。皆さんのご視聴、よろしくお願いします。では、装備も一通り終わりましたので、早速行ってみようと思います。では、あ、そうそう、クエストと食事は、欠かせないことです。俺たちが行うべき様々な調査内容は、編纂者がまとめているんだ。まとめたものはクエストと呼ばれている。おーい、はーい、こっちだ。なんか面白いのがいますね。水車みたい。ギフト。なんすか。お、すごい。あ、これで行くわけですか。うん。あ、乗れました。あ、今考えた受付所。待ってました。はい。これからもよろしくお願いします。うんうん。はいはい。ギャグラスの生息位置確認カード安全確保のために指定討伐ですね。わかりました。はい、さあ行きましょう。新大陸へ。これは行くそうはできません。これはサードでも4でも 4G でもそうでした。クロスとダブルクロスは、まあ、時間の過ごしをできませんでしたね。当時は、はい、受け付けです。クエストを行う前に食事して、アイテム補充して、装備したり、で、できましたら、チャットボタンとか、なんか四角いボタンを押したら優秀みたいですね。では、モンスターハンターといえば食事を行ってみようと思います。軽食一覧から選んでください。で、食事スキルで確率が発動します。新鮮な素材を用いると発動率が上がります。で、なんと今回は、まあ、前回の食事が1経時間10分経路経過すると食事前に出しますできる。つまり、この子行くたんびに変わるわけではなく、10分ごと10分ごと10分ごとで変わるみたいですね。で、クエストクリアするか、クエストを探索する。クエストで探索など。まった！とりあえず、お肉定食で。肉肉、よろしくお願いします。おほほほ、美味しいのか。ほほ、うん、で、あなたはハーフ。おお、これがどれだけグレードアップするかお楽しみですね。ふぅ、満腹。攻撃力が少し上がってます。決めようと思います。スタート。レディーゴー。クエスト、ギャグラスと古代樹の森、始めます。いよいよ初仕事ですね。それでは、クエストのルールを説明します。ルールその1、はい、目的達成でクエストクリア。クエストには目的が設定されています。これを達成して初めてクエスト終了となるんです。今回はジャグラスを指定数討伐する。地図を見てみましょうか。はい。ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であったあの小型モンスターです。確かこの場所でしたね。爬虫類型のモンスターでしたね。行ってみませんか。はい、わかりました。ルールその2、支給品を利用しよう。支給品とは調査団から支給されたアイテムです。クエストごとに支給されます。はい、先輩のそばの箱に入っていますね。必要なものをよく考えて持っていきましょうか。わかりました。準備万全。うんうん、相棒。焚き火は大丈夫みたいですね。
行きましょう。はい、行くか。ああ、今回はギャグラス7体を気をつけろよ。倒すことがスタートですね。ああ、アプノコス、そういえば財布のモンターさんは攻撃するときは武器を構えろよ。脳刀時と抜刀時ではできることが変わる。何かを調べたりアイテムを使ったりするときは武器をしまうのが基本だ。から始まる。採取物やモンスターの位置は私が生態マップに書き込んでおきます。2、3件進みましたね。追肥無限なんだ。研ぎ放題なんだ。双剣は怒涛の連撃が得意な近接武器だ。擬人化は強力だが、スタミナの消耗が激しいぞ。蜂蜜があるな。これがあれば回復薬グレートを調合できるぞ。そうなんです、うん、そう蜂蜜と回復薬は欠かせません。こっちだ、うん、これは、ね、どうやら今はできないみたいですね。やっぱり競合薬が欲しいみたいですね。こっちだ。目的のジャグラスです。だから区切りがないのはいいですね。さあ、お前一人の力でやってみろ。でないとこの先生き残れない。何かあるかな。ないないないね。では前方回避します。今回はなんか数字が出てきますね。2、3、5、7とか。前は画面で分かる、その画面の数字が分からないままの戦闘が多かったですから。長いわ。これで攻撃カードすかせずスキップスキップスキップしてますね。ジャグラスが逃げたな。追うぞ。モンスターの素材を集めておけよ。加工屋で必要になるからな。おっと、わかりました。よし、たくさんいます。150個ぐらいはありますね。あるものは全て使えよ。なんか閃光玉みたいなモンスターなんですね。効果がありますね。まだ焼いてませんね、自分からとか。モンスターモンスターですか。水ですね、これは。こっちが違う。閉めろよ。ちょっと、ちょっと、ですね、あげてね。はい。はい、メイクエイト、発射しました。これで分かりましたのは、クエイククリアすると襲ってこないということが分かりました。前のドラモーターハンターではこのタイミングでも襲ってきましたので、どうなのかなと予想予想でしたが、よかった。スメとギャグラスの皮ギャグラスの皮はクリアされました。
ダウンしませんでしたので、よし、3年も入ります。無事に入りましたし、お供もレベルアップしました。いいこと尽くしたと私は思いたいんですがね。さあ、ここから始まる私影の修行記。私はクエスト一つ一つを行う動画をまとめてみようと思います。それで楽しんでいただければこれ幸いです。皆さんももう各地いろんなところのモンスターハンターワールドの動画も見てください。私の動画もそれに勝利に合わせて力を蓄えて頑張ろうと思います。オンライン集会エリア、他のプレイヤーと交流会、一緒にプレイヤーと参加することができます。コミュニケーションの方がボイスチャットも有効にしますか。では私ははい、相棒、答えてみます。二期団の親方さんが呼んでました。オンラインは加工屋に行ってみませんか。今はオフラインのまま最後まで貫こうと思います。貫いてみようかなと思います。まあ、OK、無理だった場合は控えようと思います。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。はい、ありがとうございました。かけなくかけな、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。